やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない？この不思議ちゃんが！アラキッド仮面。俺の名は新アラキタ仮面。日本一走りやすい自転車専用レーンを求めて羽田までやってきた狂人って話、マンドリルだよね。そんなわけで今回は2022年3月12日に開通したばかりの多摩川スカイブリッジ、そこに至高の領域に近い自転車専用通行帯があるということなんで、今回はねそれが本当なのかどうか確かめに行こうと思うんで、よろしくマンドリル。てか羽田空港の周りすげえ景色変わったな。学生時代蒲田に友達がいて飛行機が見たくてよく羽田に遊びに行ったって話、マンドリルだよね。区画整理されて道幅も広くなって車走りやすいんじゃないって話、マンドリルでね。そしてこの先からなんと自転車専用通行帯があるんじゃないって話、マンドリルでね。羽田空港エリアは、このようにね自転車専用通行レーンが歩道内に設けられています。まあこれだけでも俺たちサイクリストにとってとってもありがたいって話、マンドリルでね。まあ、週末とかはこの羽田空港エリア、この大通り結構交通量が多くて自転車で走行するの結構危ないって話、マンドリルでね。2ヶ月前に荒木高面ジュニアとねシンゴジラ聖地巡礼の際、この羽田エリア久しぶりにやってきたんですが、その時ねこのスカイブリッジの下見を兼ねて車で走ったんですが、その時も交通事故、事故の瞬間は見ていないんだけど事故現場、クロスバイクがベンツと衝突してもうすげえ吹っ飛んでた、20メートルくらいね自転車が吹っ飛んでたって話、マンドリルでね。だからこそこういった自転車専用レーンがある道、走りやすい至高の領域って話、マンドリルでね。その時になんかスカイブリッジ、に登るスロープがね見えたんで、こっちだってんのかね、視聴者さんもなんか、このスカイブリッジに登るスロープが、あるんで、あれここなんか自転車進入禁止、車椅子 OK、 あれスロープはあるけど自転車進入禁止のマークだな、これ無理やり行っちゃいけないよね。さあこれどうするんだ、階段はそこにあるけど、あっちにも階段がある、反対側から行けるのか。なんか視聴者さんが言うにはなんか初めて多摩川スカイブリッジ自転車で行くと迷子になるってね噂なんだよね。何を隠そうこの新荒木高面も現在迷子になってるって話、マンドリルでね。さあここはここも自転車進入禁止。なんか大通りを挟んで反対側に大きなスロープとエレベーターらしきものが見えるんで、ちょっとそっち側に行ってみようと思うんで、よろしくマンドリル。あ、やっぱり反対側に自転車用のスロープらしきものが見えてるって話、マンドリルでね。さあこれどうすればいいんだ、スロープはあるけど結構傾斜急だな、これ乗ったまんま登るタイプじゃないよね、手押しで登るタイプ。あ、奥にエレベーターがあるな、これ自転車専用のエレベーター。じゃあもうね甘えてこちらを使わせていただき、マンドリルって話、マンドリルでね。開けごま、いざ多摩川スカイブリッジ。あーにゃワクワクドキドキって話、マンドリルだよね。さあエレベーターのドアが閉まった、そしてスカイブリッジに向けてエレベーターが上昇中って話、マンドリルでね。うわワクワクする、本当にワクワクするって話、マンドリルでね。そして開けごま、開いた。さあ行くぜ、うわ広い、あ結構広いね、すごい、
目の前にスロープがあって、あ、そして結構、あ、広いね。なんか手押しで、手押しで進んでくださいってなんかあの路面に書かれてるんで、手押しで進みましょう。で、この先には交差点か、横断歩道がありますね。横断歩道があって、このスカイブリッジに渡るような形になっています。で、これどうなってんだ、こっから行けんのかな。なんか道路標識、道路標識で自転車進入禁止、なんかなんだ、自転車歩行者進入禁止、よくわからんねえな。なんだ、どういうこと、自転車歩行者進入禁止のマークがこっちから見えんだけど、いや、よくわかんねえな。なんだかよくわかんないけど、とりあえず反対側、反対側行ってみようか。反対側だったらひょっとしたら行けんのかな。こっち側はね、右側は通行禁止で、こっち側だけ走ってくださいみたいな、そういうパターンなのかなって話。マンドレーでね、あ、こっち側には、こっち側にはなんか自転車進入禁止の道路標識ついてないね。この信号ボタンを押さないと変わんない。3分ぐらい無駄にしました。行ける。歩行者が左、自転車右。お、斬新な作りなんじゃないって話。マンドリルでね、この歩道に対して左側が歩行者さん専用、そして右側が、自転車専用の通行帯になっていて、この通行帯の中、自転車対面通行ではなくて片側一方通行になります。まあこれね、一見不便そうな作りに感じるけど、ここってね、生活道路じゃないですよね。まあ、どちらかというとこの多摩川スカイブリッジは観光地、まあ、土日はたくさんの人でごった返すっていうことを考えたら、左側通行一方通行スタイル、これ思考の領域って話。マンドリルだよね。歩道と自転車専用通行帯と車道をこのようにくっきりと分けることによって、そして一方通行にすることによって、事故のリスクを限りなくゼロにできるんじゃないって話。マンドリルでね、この道考えた人天才なんじゃないって話。マンドリルでね。で、この多摩川スカイブリッジの気になるところ、街灯らしきものが見当たらないのと、この歩道と自転車専用通行帯の間のこの段差、この穴何なんだろうね。まさか夜間はこの穴からライトが照射されて照らしてくれるって話なのかな。わからない。とにもかくにも斬新な自転車専用通行帯なんじゃないって話。マンドリルでね。さあ、今回のお目当てはね、この多摩川スカイブリッジ渡ることだけじゃないんです。この新荒木高面には聖地巡礼というね、お仕事が待ち構えてるって話。マンドリルでね、この景色を見るためだけに今回この多摩川スカイブリッジやってきたと言っても過言ではないって話。マンドリルでね。さあ、この景色が何の聖地なのかご存知かな。この新荒北画面の熱狂的ファンならこの景色が何なのか分かるはずって話。マンドリルでね。そして、この多摩川スカイブリッジ、こちら側の方が絶景かな。正面に羽田空港が見えて、滑走路から飛行機が飛び立つ姿、そして、滑走路に並んだ飛行機たち、ジャンボジェット機がずらりと並んでいる雄姿が見れる。これ思考の領域って話。マンドリルだよね。男のロマンなんじゃないって話。マンドリルだよね。日本一安全な自転車専用通行帯がある多摩川スカイブリッジ、川崎側から羽田方向に渡ると景色も思考の領域って話。マンドリルだよね。サイクリストのみんな、ローディーのみんな、一度はこの多摩川スカイブリッジ渡ってみた方がいいんじゃないって話。マンドリルだよね。デートにもおすすめって話。マンドリルだよね。
お目当ての彼女を誘ってサイクリング、そんなのもいいんじゃないって話。マンドリルだよね。そして本日奇跡のエンカウントを果たしたパクさんのビアンキインフィニート XE。 2022年4月にロードバイクデビューしたばかりのほやほやサイクリストさんのアイキ紹介って話、マンドリルだよね。横浜のビアンキバイクストアで運命を感じて購入したビアンキインフィニート XE、 思考の領域って話、マンドリルだよね。ふう、イエス。今日の動画、多摩川スカイブリッジ行きたくなったかな、行きたくなったって方はぜひ高評価チャンネル登録よろしく、マンドリル。それじゃあ貴様らみてえな貧脚庶民サイクリストにも良きバイシクルライフが訪れること願ってるぞ。次回の動画でまた会おう。あり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 、アリベデルチ、さよならだ。俺の名は新荒北仮面、人呼んで仮面チャリンコ YouTuber、 ただのチャリンコ YouTuber じゃないで。俺の動画はチャリクラの心の闇に刺す一筋の光、ド派手だ。思考の領域って話、マンドリルだね、この不思議ちゃんが。